ノルウェー代表、普通に強いのに W 杯、EUR、を予選落ち WWW。ノルウェー代表普通に強豪国で草。ハーランドさん、もうこれ言い訳できないし。特に攻撃陣はワールドクラス。ここに昨シーズンリーガ得点ランク2位のヘルロートもいるからな。CF はハーランド、ヘルロート、ラーセンの3人が195試合なのマジで草。リーガ得点ランク2位が控えの国が主要大会出れないの意味不明なんだけど。ボブってめっちゃ良い選手だけど、負傷離脱中でも招集されてて草。CL 決勝スタメンのリエルソンもいるやん。やはりウェールズをユーロベスト4、W 杯優勝に導いたベイルはバケモン。日本代表が歴代最強って言われてるけど、他の国見たら同じように成長してる。ノルウェーは無駄にパスサッカーしないで、ハーランドに立て込んでいいのに。今の日本でも欧州予選入ったら W 杯出れなそうでそう。ハーランドがイングランド代表を選んでた世界戦ならイングランド優勝。ハーランドと腕ゴール、未だに W 杯もユーロも経験してないのあかん。イングランドの中盤とサイドバック、余ってるからノルウェーに差し上げろ。ハーランドも腕も優秀な監督の下で輝くタイプ。シルバーコレクターのサウスゲート監督に連れてこよう。ノルウェーが主要大会出場を逃すたびに株が上がるベイル。